ネクラ侍には悪いことをしたが、今は遊んでいるわけにもいかんからな。突然領長がいなくなり、他領はどこも混乱が収まっておらぬ。ステュークス襲来によって我が領内で被害を受けたのは継承のシルバーとセベクのみだ。ラニーたちが言っておったように、嘆きの島の番人がいつ何を仕掛けてくるかわからん。警戒しておくに越したことはなかろう。